この主義法こそが時代を照らす炎だ。援軍到着まで何としても耐え抜きます。まずは本陣付近の敵を掃討してください。本陣は絶対に落とさせない。やっは俺たちの力敵に見せつけるぞ。軍師たるもの常に一手先を読むものよ。本陣の兵糧はあとわずか。援軍が来るまで持つかどうか心配していても兵糧は増えないぞ。今は本陣の守備に集中しろ。これで手当てをしてください。レッカー、あなただけの体ではありませんからね。みんな動き出すようだね。無駄よ。後の本陣はじきに陥落させられるわ。孫生殿が義の伏兵に襲われたようです。急いで救援に向かいましょう。あなたも一緒に葬ってあげるわ。両戦団お見事、見せつけてくれますな。今なら本陣が転送なんですね。家計部隊、敵本陣へと進みなさい。しまった、敵が家計を狙ってくると。敵家計部隊を駆逐し本陣を守りましょう。素晴らしいご活躍、お見事です。ありがとうございました。では俺は兵糧を本陣へ運びます。ちょうどいい、我が知略試させてもらおうか。こちらも長江殿に続こうか。さあ家計部隊出番だ。俺は三国一家、家計に執念を燃やしてる。お前らなんかに好き放題やらせないぞ。攻略目標は決まった。到着できた。みんな待たせたな。兵糧を持ってきたぞ。おお、孫生殿。兵糧も無事だぞ。ありがてえ。これで希望が湧いてきた。
ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。敵将、撃ち取った。よくやってくれました。みんな動き出すようだね。私らも一緒に動くよ。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。さあ、行こうかね。奴らの喉元に噛みついてやるよ。できたようですね。これで本陣が燃えることはないでしょう。上皇殿、お待たせした。総司皇、今日は五軍を貫く矛とならん。南東に敵の増援が来たようですね。これで三方から囲まれてしまいました。リクソン、東の跳ね橋を上げるんだ。それで敵の進軍路は一つ潰れるぞ。跳ね橋を上げてくれ。目標は決まった。進め。
で少し本陣が安全でしょう。義の猛攻はしのぎ切ったぞ。これが俺たちの実力、すごすぎるな。ごめん、まだ悪あがきをやめぬか。ならば我らが押しつぶすまでよ。敵はもはや虫の息よ。とどめを刺す。自分を破るとなんとなら。
武勇。不器用な策だが、受けていただこう。よくやってくれました。調子で頑張んな。なんとか魏軍を撃退できましたね。この勝利、皆さんの奮戦の賜物です。